ありがとうございます。ごめんなさい、お時間大丈夫でしょうか。全然大丈夫です。パソコンだとメールで送れたりするんでしょうけど。そうですね、でも慣れた方法が一番です。まだ手書きの先生もいっぱいいらっしゃいますので。そうですか。それにしてもいつ見てもあれですよね、趣のある絵ですよね。古いだけですけどね。こういう家だからこそ先生の作品っていいものができるんですかね。こんにちは、恵子さん。あ、新次さん、こんにちは。真由美さん、ちょっとお借りしていいかしら。どうぞどうぞ。あ、真由美、立花さんがお茶碗欲しがってたから、帰りに佐藤さんのところ寄ってお茶碗買ってきてくれないか。私でよろしいのでしょうか。君のセンスに任せよ。
戸締まりに気をつけて。はい。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。随分と待たせてしまって申し訳ないね。いえ、先生の先ならいつまでも待ちます。そう言っていただけるとありがたい。まあとりあえずなんとか駆け上げました。よろしくお願いします。ありがとうございます。またベストセラーですね。そうなってくれると失礼します。田中さん、お茶ここに置いておきますね。ありがとうございます。あなたは？私はいいや。失礼します。奥さんは？別れたよ。本当ですか？
回の作品のテーマなんだけれど、清楚で上品や性格も穏やかで明るい、しかしセックスで言ったことがない、セックスを楽しめない女、そんな女と結婚した不幸な男、そんな話はどうかな。それって奥さんのことじゃ。小説家の作品というのはね、 100% 実体験。